今日は何を作るのかな。今日は笑顔を忘れているこの世の中のためにガパオライスを作ろうと思う。ガパオライスか、どういうものなんだ。ガパオライスとは美味しいものだ。そうか、美味しいものか。では作ってくれ。かしこまった。作って差し上げよう。でも、はい、では今から作っていきます。でも材料の方は簡単に用意したんですけれども、いつもの鶏むね肉、これが 150g で、これが、パプリカ、赤パプリカ、これが 40g で、セロリ、ピーマン使おうかなと思ったんですけど、セロリ余ってるんでセロリ使います。セロリが 50g で、玉ねぎがこれ半玉で測ったら 90g でした。で最後にこのバジルも使っていきます。ガパオライフライフライフガパオライスは、はい、バジルがかなり決め手らしいんで、バジルとあとナンプラーとかもこれですね使っていたりします。ではまずはこの野菜たちを切っていきます。向きにスライスしていきます。お待たせしました。 DJ 奥山が今から回していきます。本日まずは鶏むね肉だ。それではやっていくぜ。レイゴーワオレイ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 チッ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 。じゃあ、今から炒めていきます。豆板醤が20g、オイスターソース、OK、はい、これはどれぐらい入れてやろうか。いや 5g やな、これはこれは 5g でいきましょう。ではまず玉ねぎから、はい、では今度は鶏むね肉、ドーン、この時点で塩軽くパラパラパラ、 OK、 パプリカちゃんを入れといて、で最後にセロリをザーッと入れたところで、先ほどの調味料を入れて、じゃあこれで出来上がりなので、目玉焼きの方もいい感じに固まってきてます。じゃあこれを盛り付けていきましょう。
こいつ忘れてました。いい出すようにチリって入れていきましょう。では食べていきましょう。お上がりなさい。いただきます。うん。バジルと一緒に食べた方がいいですよ。うん。美味しいなこれ。これって感じ。うん。味付けちょっと適当にやったんですけど、ものすごいいい感じ。ちょっと豆板醤多かったかなぐらいはありますけど、僕辛党なんで大丈夫です。でセロリとバジル相性いいな意外と。セロリの苦味とバジルの風味というかね、フレッシュさ、スイートバジルの。うん、ご飯と一緒。うん、チャイご飯は 120g です。じゃあこの黄身をちょっと潰して、わお、飯テロやな完全な。これ見てる人からしたら飯テロでしょう。あー美味しい。うん、いろんな料理があるけど、やっぱり代表されるものって全て美味しいんちゃうかなと思ってきました。ちょっといろんな国の料理食べてみたいな。うん、タイ料理って結構美味しいですよね。たまにタイ料理のレストラン行きますけど、いっぱい食べてしまう。うん、ごちそうさまでした。はあ、やっぱりコーヒーやな。はい、いかがでしたか。今日はガパオライスということで、正直皆さんガパオライスおすすめです。で、オリーブオイル使ったとはいえ、クッキングペーパーで表面なぞるようにしてやっただけなので、油はそんなほとんど入ってないのと、でだから卵の黄身ぐらいしか油入ってないんじゃないかなって、脂質の方がね、そういう感じの料理になりました。で鶏胸肉も使いますし、お野菜もちょっとアレンジして中で入れて炒めることもできますし、ですごいおすすめの料理でございます、ガパオライスで。しっかりとご飯の方も調節して食べることができるということです。はい、もう一回食べて作りたいと思いました。ちょっと美味しいなと思って、まあ辛いのが苦手な人はまた違う料理がいいかもしれませんけれども、今日のは大当たりでした僕の中では。はい、
大満足、もう概ね大満足でございます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。